朝日生命。あれこれ介護保険って未来へのお守りだと思う。大切な家族や自分のために安心しませんか？安心介護プラスワン新登場。要介護1以上に認定で一時金をお支払いします。介護保険は朝日生命。それにプラスで今度初期一時金が出ますよっていうのを、はい、アピールしてほしいなと今回入れます。はい、いわゆる案内の次な位置っていうのは変わらないです。はい、お願いします。お願いします。よーいスタート。はい、カット。カット。スタート。はい、カット。カット。いきます。よーい。スタート。スタート。介護保険は朝日生命。はい、カット。CM 撮影終了です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。非常にスムーズに撮影ができたかなと思うんですけれど、今回はこの風船をお配りしていくっていう CM だったんですけど、こう安心の象徴を配っていくというような CM で、女性に風船を配ってっていうカットを撮ってる時に、健康診断とかされてますかって伺って、はい、100点満点中140点ぐらい取れるんですっておっしゃってて、羨ましいなと。私は年齢的に年に一度人間ドックに行こうと思って行ってるんですが、やっぱりこう自分なりにこう反省点が見つかる結果で、明日からも食生活気をつけようとか、まだちょっと運動が足りてないかなとか思うんですが、自分の健康を振り返るようなきっかけにもなりました。まだ子育てでバタバタ慌ただしい毎日なんですけれど、最近一人でお風呂に入れる時間も出てきまして、
あ、やっとなんか、あ、一人でお風呂に入れたりするようになったなと思って、あのみんながお風呂を出た後なので、あ、入浴剤入れられるようになったりとか、そういう時はやっぱりリラックス安心と思ったりします。あの毎日その子供の送り出しとかで慌ただしくしていて、あの子供のあれがなくなったとか、例えばその子供の虫除けが足りないとかで気づくんですけど、バタバタしててスマホを開いた時に、あれ何を買うんだっけってすぐ忘れるんです。だから次スマホを開いた時に買わなきゃいけないものを忘れないプラスワン能力が欲しいなと思います。もう何回こう、あ、虫除け忘れた、虫除け忘れたって思うんだろうと思って、今日はあの仕事があったので、このスタジオに来る移動の車の中でやっとクリックができました。やはりあの何年か前の運動をして汗をかくっていうのは、あ、いいなと改めて思っておりまして、あの少し前にあの撮影がある時はなんか走ったりとかしてたんですけど、終わってみたらパッタリとやめてしまって、でもヨガですとか、でも子供が生まれる前はもう毎日朝起きた時に太陽礼拝やったり、夜寝る前にこうストレッチしたりとかできてたんですけど、まだ家ではできてなくて、送り出しが終わった後にこうスタジオに行ってヨガを1時間するっていうのが、あ、こういうふうにできるようになってきたなっていう時間を持つのが自分にとってはこう精神的にもこうすごく良くて、心にも体にもあの健康にいいなと思ってます。なのでやはり適度な運動と食べ過ぎないことがいいみたいです。なんか腹八分目と言いますが、現代のカロリーでは6分目で十分だそうです。でも好きなものってお腹いっぱいまで食べたいですよね。その戦いをしてます。あの竹内さんの、 あのお声の持つ本当の安心感と、この CM のこう映像の世界観ととっても合うんじゃないかなっていうふうに出来上がりが楽しみです。またね、人生の先輩としてこういろいろあの経験された方の、 あの経験されてなお持つお声の優しさが、あの CM にとっても合ってるなと感じました。自分もこう年齢を重ねていって、こう老いに対する実感とか、あの周りの家族 の、 あのこともそうですけれど、経験したことのない不安、漠然としたものがあると思うんですけど、そういったことを優しさでこう包んでもらえるというか、あの、毎日こう日々精一杯で、そんな中で何が起こるかわからない不安を、なんていうか、もうお金に換えられない安心を、もらえるものだなと思いますし、人生100年時代でこれからどんどん身近になっていって、より大切になっていくものだなと思います。今回の CM の内容で私は未来について改めて考えることができました。皆さんもこの CM をご覧いただいて、改めて大切な人の未来について考えていただくことで、より豊かで明るい未来を過ごしていただけるようにと願っております。その一つとして、ぜひ安心介護プラスワンについてもご検討ください。朝日生命介護保険って未来へのお守りだと思う。大切な人のために安心しませんか？安心介護プラスワン新登場。介護保険は朝日生命。